皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の数学式の計算の1回目、今回は単項式と多項式についてお話しします。数や文字を掛け合わせた形の式、これを単項式、このように言います。それに対して単項式の和、足し算ですね、この形で表した式、これを多項式、このように言います。もっと簡単な言い方をすると、足し算や引き算が入っているもの、これは多項式、足し算や引き算がなかったらそれは単項式と、こう覚えておくと分かりやすいですね。ここに1から6まで6つの式があるので、これを単項式と多項式に分けていきたいと思います。1、4xy ですね。これ足し算や引き算がないですから、これは単項式になります。 4xy というね、 4×x×y 掛け算だけの式なんですね。2、5x+2 を足し算が入っています。ですからこれは多項式、こっちの仲間です。3番、-3です。数字だけのもの、これは単項式のグループになります。これも覚えておいてください。4、 a2b-5、 引き算が入っていますよね。ですからこれは多項式です。これ単項式の和、足し算で表してない、引き算じゃん、なぜこれ多項式なの、こう思っちゃう人がいるかもしれないので説明しておくと、これ a2b-5 というのは a2b+-5 と、 a2b と負の数の -5、 これを足し算した形、こういう形で表せると。ですから単項式の和で表せるということです。ですから多項式になります。5番、4a2+6、 引き算も足し算も入っています。ですから5番は多項式と。6番、 y、 文字だけ、ね、これ y というのは y の前に1が隠れていて 1×y のことでしたから、これ掛け算だけの式ということで単項式になります。多項式の中のそれぞれの単項式、これを多項式の項、このように呼びます。ここに多項式3つあったので、この3つを例にとって説明していきます。2番のところですね、これは 5x+2、 これは 5x と2の、ね、足し算、項は 5x と、そして2、これが 5x+2 の項ということになります。正の項は足すとかプラスの印を書きません。で、分けるとき、この足し算引き算の前にスラッシュを書いてください。そうしたらこれで分かれます。で、 5x とプラス2、こうなるので 5x と2、こう分かります。4番ですね、4番は a2b-5 とこうなります。引き算の前にスラッシュを入れます。その式の項は2つ、 a2b と負の項は負の符号をつけて -5 とこう書きます。次は5番ですね、5番は4a2-7b+6、 引き算足し算の前にスラッシュを入れると、このように3つに分かれますよね。1つ目は 4a2、 そして -7b と、そしてプラス6ですけど、正の項はプラスを書かないで6、これが 4a2-7b+6 の項ということになります。
では次は実数の説明に移ります。実数は単項式の場合、その式で掛け合わされている文字の個数、これをその単項式の実数と言います、ね、その式の中で文字がいくつ掛け算しているかと、これが実数なんですね。丸1から丸4まで例をとって説明していくと、丸1は 3a、 数字の3と a が1個、文字が1個掛け算しているので実数は1と。丸2は xy、 文字は x と y、 2個ありますよね、2個掛け算している。ですから2番の xy の実数は2。丸3は 4x2 乗 y ですね。数字の4と x2 乗 y というのは x を1個、そして x をもう1個、そして y、 文字は3つですね、3つ掛け算して、ですから実数は3になります。これ文字の種類だと思って x と y しかないから2とやってしまうミス、こういうミスをする人がいるんですけれど、掛け算をしている文字の数で x 2乗だったら x×x、 x を2回掛け算しているので2、この場合 x 2乗 y なので x×x×y と3つの文字を掛け算していると、このように考えます。丸4、マイナス 6a3 乗、数字のマイナス6と a を3乗ということは a×a×a、 3つ、ね、文字を3掛け算しているので実数は3と、こうなります。これに対して多項式の場合ですね、多項式の場合、各項の実数のうちで最も大きいもの、それがその多項式の実数になります。ここでは丸1と丸2の式を例にとって説明します。丸1は 6x2 乗プラス 5x 引く7、括弧はここの部分ですね、ここの部分、ここの部分、ここの部分ですね。 6x2 乗というのは数字の6と x2 乗は x×x ですから、これ実数は2ですよね。で 5x の部分、 5×x、文字は1個しか掛け算していないので 5x の実数は1で、一番下の引く7というのは文字がないので実数0になります。このうちの一番大きいものがこの多項式の実数になる。ですから 6x 乗の実数の2、これがこの多項式の実数ということです。丸2は a2 乗プラス ab 足す ab2 乗と、こういう式ですね。括弧 a2 乗の部分は a×a なので実数は2。これに対して ab の部分は a×b、 やはり実数は2。そして、ね、ab2 乗、この部分は a×b×b、 ね、a×b×b、 文字は3つですね、3つ掛け算してるね、ここの部分の実数が3になります。ですからこの a2 乗プラス ab プラス ab2 乗の実数は一番大きな3、このようになるわけです。今回は単項式と多項式についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。